ヨハン・ザルバトール・フォン・エスター・ライヒ・トスカーナは、ハプスブルク・ロートリンゲン家の一員。後公席離脱して、ヨハン・オルトと名乗った。航海の旅に出て、南アメリカのホーン・ミサキで遭難し、行方不明になった。トスカーナ大公レオポルド二世とその妻である、両シチリア王女、マリア・アントニアとの間に、第10として生まれた。オーストリア皇太子ルドルフと親しく、プロイセン嫌いで、 親ロシアの立場こそがハプスブルク君主国にとって望ましいとの考えを持っていた。オーストリア・ハンガリー帝国の軍隊制度や教育制度、外交方針、さらには旧時代的な社会全般にも反発し、しばしば叱責を受けるハプスブルク家の問題児であった。ABM ラ P277 ハット ABM ラ P197Wikimedia c o には、 ヨハンサルバトールフォンエスターライヒトスカーナに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。